どうも、ギタリストの岡本博文です。今回こういうふうな、本を書きました。これはですね、分かりやすく誰でも読めるようにと思って、すごく、薄い本ですね。こういうふうなピラピラピラってやるとピラピラピラぐらいしかないんですけど、カラーになってまして、分かりやすい本になってます。これはですね、メジャースケールの巻ということで、ドレミファソラシドを覚えようという話ですね。ドレミファソラシドをね、いきなりね、ギタリストがね、大概の場合覚えない場合が多いんですよね。それでタブ譜を使って、結構何も分かんないままに、割とこう結構ギターが弾けたりするようになるんですけども、ある時点に気がついて、例えば曲を作ったりね、なんかそういうふうな、ことをしようかななんて思った時に、はたと自分が音楽についてほとんど何も知らないなということに気づくんですね。でそういうふうな、楽さがを埋めるための本にしたいと思ってます。ギターはね、こういうふうにソラシドってこうなるんですけども、決してこう均等にいってるわけじゃないんですよね。こう半音階っていうのがあって、ドレって一つ飛ばして、レミでミファが隣り合わせで、ファソソララシシドがまた隣り合わせなんですね。こういう風にやってできてます。だからいろいろね、キーが違うとかって、フラットとかシャープとかってこうたくさんあるんですけども、譜面なんか読んだりすると、で何のこっちゃと思うと思うんですけども、結局ね、今のね感覚で動いてやると、ドレミファソラシドがこうといろんなところで、同じ幅で動いてやると、ドレミファソラシドがいろんなところから始まる、ような仕組みになってるのがギターなんですよね。でなんでね、シャープとかフラットとかっていうのがこうついてややこしくなってくるかというとね、これですね、ピアノっていうのがね、ここ白いところを弾いたらドレミファソラシドってこうなっちゃうんですよね。なるように、そういう風になるようにできてます、簡単にね。というわけでね、これ C から始まるんで C メジャースケールっていうんですけども、このね C メジャースケールっていうのを、ものすごく西洋の音楽理論が優遇しちゃったんでね、すごいエコひいきしちゃったんでね、他のところから始まるドレミファソラシドがね、こうね、すごいややこしいことになってるんですね。でそこら辺の経緯をですね、どんどんこう説明していったりするような本です。特にですね、ギターの中音域っていうのを僕はこう考えてまして、これミラレソシミってなってるんですけども、ミファソラシドってね、ここねドとドなんですよ。2オクターブあるんで、そうするとね、こことここで2オクターブあるとね、ここからここを経過してやると、2オクターブのドレミファソラシドが弾けたらっていくかぐらいですよね。そうするとね、ここら辺がねギターの中音域だと思うんです。で譜面に書くとね、結構な下の方から上の方まで網羅できるので、一つここら辺をね覚えてもらうみたいな話を、結構展開しています。ちょっとね根気が、そうね、なるべく根気とかね努力っていうことを使わないようにするために作った本なんで、よかったらちょっとした興味がある人は読んでいただけたらと思います。これからギターを始める人も、こういう話ギターの上で分かっていくと便利なんじゃないかと思います。よろしくお願いします。このね黄色の本です。はい、税込み1300円よろしくお願いします。